自家絵動物とは、寄生性の多細胞動物の一群である。中性動物門に含めてきたが、独立門とすることもある。磁気鋭類はいずれもごく小型の多細胞動物である。すべて寄生性で、解散の無脊椎動物の様々な群から発見されている。代表には専門を有し、これによって運動を行う。また、内部には、機関などの構造を持たない。 生活史は複雑で、世代交代があり、また私有でも形態が異なる。古くから、中性動物もに含められた。なお、名前は、有性生,生殖時に、縮主から泳ぎ出した個体が、海水中を泳ぐ際に、直線的に進むことに由来するというが、実際には螺旋を巻くように泳ぐとも言う。一般には、細長い円柱状をしており、大きいものでもメスで0.8ミ、mm、リメートル程度。 オスは0 1ト、mm、ルほどにしかならない。ほとんど腹肺の区別はないが、内部構造の上ではわずかに左右相性性が認められる例もある。全身に繊毛が生えているが、均一ではない。体全体は不明瞭ながらいくつかの体幹が認められ、それに沿って繊毛の生えていない部分がある。これは体表の細胞が同じ大きさのものが感情に並んでいるのに対応している。 このような輪の形は分類上の特徴とされる。前半身に、くびれが一つか二つあり、これより前を前切りという。この部分では、専門は前向きに伸びる。また、後端の一つか二つの間を後切りということもある。私有遺体のものが多いが、胴体の種もある。遺体のものでは、性的二なりがあり、メスに比べて、オスははるかに小さく、形も似た。体輪の数もオスの方が少ない。 体は表面を体側と呼び、これは一層の細胞からなる。細胞の大きさには差があり、同じ大きさのものが体を取り巻いて並び、これが体輪を構成する。体の中ほどには小さな細胞が集まった部分があり、これが生殖孔となっている。また、生殖孔周辺には内部に筋繊維を含む細胞がある。体側の内部には生殖細胞が詰まっている。 それ以外の構造は特にはない。雌雄動体のものでは、優性生殖細胞が体の前に位置する。よく研究されているロプルラーファイカムの例では以下のようである。この種はクモヒト手に寄生する蒸気のような構造のものは優生世代であり、雌雄の個体は生殖時には宿主の体外に泳ぎ出し、そこで交雪を行う。 体内受精した卵は、支柱の体内で発生を進め、全身に専門を持つ妖精の姿で泳ぎ出る。この妖精は体表を一層の細胞で覆われ、内部に細胞界が入っている。なお、卵活は、螺旋卵活である。妖精は、新たな宿主の蜘蛛�に侵入すると、体側を失い、内部の細胞はバラバラになる。これらの細胞はそれぞれに成長し、 多角体のアメーバ状の構造の無償世代に成長する。この無償個体の体中の一部の核が発達して生殖細胞となり、それぞれが分裂を繰り返して優性個体となる。この類は単細胞生物と多細胞動物の中間と考える向きもあったが、むしろ寄生生活によって多細胞動物から対価的にこの姿になったと考えられることの方が多い。 その生活史の類似から変形動物、特に吸虫類との関連を考える説もある。この動物は1868年にケファースタインによって最初に発見され、バンブネデンが1876年に中世動物門を建てた時からこれに含められた。この門は雑多な動物群の集められがちなものであり、様々な動物群がこれに入れられては放り出された経過がある。 その中から、例えば専門ヒラムシは独立門として認められ、また他の動物群に吸収されたものも多い。しかしその中でこの群と二排中類は中性動物門の本体として扱われてきた。この両者を禁煙とする見方もあるが、細胞数が少ない点は共通しているものの、その構成はかなり異なる上、生活史などに違いがある。このことから別々の系統のものが、 寄生生活でその構造が単純化した結果、似た形になっただけとの見方もあり、その観点から独立門とすることも増えつつある。現在は2か5族二0種が知られる。宿種は様々であるが、いずれも低生動物であることに、他ジカは注目している。ロップルアリデイロパルラカ、ロップルラ14種、ウズムシ、ヒモムシ、タモウ類、フクソク類、2枚貝類、クモヒトデニキセイ。 シリオシンクタ2種、ウズムシ、タモウ類に寄生、ストチャーサラム1種、タモウ類に寄生、イントシア3種、フクソク類、ウズムシ、ヒモムシに寄生、ペルマティスフェリデイペルマトスフェラカ、ペルマティスフェラ1種、タモウ類に寄生。日本では1976年に北海道アッケ市の北海道大学アッケ市林会、実験所近くから採集されたウズムシの一種の、 体内から発見され、新種として記載された例があるのみである。オーサネクティーダ・ジーハード、1877。イタス、2011年4月26日閲覧。フルヤ、H、バンデアラント、J、オーサネクティーダ。ワールドレジスター・オブ・マリーン・スピーシーズ、2011年4月26日。閲覧。ありがとうございます。